ですね、パラオにいます。パラオですね。でパラオ、日本からだいたいどのくらいかかって、だいたい4時間30分から5時間ぐらい飛行機で来れるところです。で、今いるところがね、コロールタウンのダウンタウンの先にちょっと今来てです。橋が結構近い。今、首都がね、マルキョクっていうところに行ったんですけど、こっちの本島の方に向かうところです。で、今こう見てると、ね、雨がね、結構降ってます。で、本日2013年の6月3日、6日さ、雨季なんですけどね。で、かなりこんな感じでね、雨がバーッと降ってます。一日中雨降るってことは日本みたいなことはないんですけども、ところどころ降ってはやんで晴れて、降ってはやんで晴れてるという感じだと思います。あ、これじゃあね、熱帯諸国特有です。日本の梅雨みたいな、じと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 ね、あんまり大してそんなに大量に降らずに、ずっと一日降りすぎてるわけじゃなくて、大量に降ってはやんでっていうことですね。これが熱帯式のバスローブになります。まあでもこれでもまだそんなにザーッと降ってる感じはないですよね。結構月間の降水量、6月に関しては400ミリ。ちなみに日本が梅雨の時期にしたら大体150ミリから170ミリぐらいです。日本の倍ぐらいなんです。降る量が違います。一気に降って止んで、一気に降って止んでるという感じ